このイベントは熊野古道世界遺産登録20周年を記念して食をテーマに行われ、地元の小学生20人が参加しました。参加者はまず熊野古道周辺地域の食文化や林業、特産の尾鷲ヒノキの特徴を学びました。その後、尾鷲ヒノキの間伐材を使った前箸作りに挑戦。配られたキットを使って紙やすりで角や先端に丸みをつけるように磨き上げ、世界に一つだけの箸を作り上げました。楽しい。最初の1本と息子の2本を合わせるのちょっと難しい。楽しかった。家で使いたい。また子どもたちは熊野古道に持っていくことをテーマに、地元食材を使ったお弁当作りも体験しました。